さて今日のテレビ派はジャーナリストの池上彰さんとお伝えしているんですが、さまざまな角度から呉市にスポットを当ててお届けをしていきます、はいはい、なぜかというと池上さんが呉に非常にゆかりがあると。まあ、1976年から3年間いましたからね、勤務されていたということなんですね、はいはいはい、でこちらの映像をご覧ください。はい、レンガ通りだ。はい、はい、祝レンガ通りというのは、はい、テープカットとパレードが行われているという、これは私がいなくなった後だな。中通りを新しく整備してレンガ通りと名付けるってことも、うん、あの取材してたんですけど、はあはあ、うん、だからそれがレンガ通りと名付けられて、はい、まあ、この、まあ、あの記念の、はい、まあ、式典の、そうですよね、はい、はい、映像ということになりますね、はい、で画面変わりまして、こちらは、あ、はい、音頭大橋の、はい、映像と、はい、柑橘の映像、はい、あの音頭大橋とか柑橘とかって、これはやっぱ今につながっていく映像でもありますね、はい、ね、当時やっぱり特に船に乗って、はい、大蝶みかんの収穫とかですね、牡蠣の水揚げなんてのカメラ持って取材に行ってましたから、はい、そうなんですね、はい、あの自分でカメラを回して、はい、そうです、そうです、まだフィルムカメラでしたけど、ゼンマイを巻いてやるということでした。へー、そういう時代だったんですね。そうですね、船に乗って牡蠣いかだにも乗られて、はい、朝のから3時ぐらいにこう家を出てですね、はい、漁船に乗ってと言ってました。いや、そうなんですね、はい、非常にそういった池上さんにはゆかりのある呉市なんですが、最初に触れるのはですね、昨日79回目の原爆の日を迎えました広島ということで、呉市と原爆についてです。大和ミュージアムに足を運びますと、原爆に関する資料も多く保管されています。例えばこちらのキノコ雲の写真です。呉市吉浦から撮影されたものなんですが、展示にはですね、それは淡いピンクを帯びた艶やかな色で、朝日を反射して太くたくましく突っ立ち、内からめくれるようにキノコ状に広がり、驚くべき高速度で蒼天に突き上がりつつあったと添えられています。大きな被害を逃れた呉からは8月6日のうちに広島に調査団が送られ、市民も救護活動などに当たりました。呉地震調査も調査団を組織してすぐに市内の方に入りました。そちらで調査を当日行いまして、8日には報告書をまとめ上げた、そのものが実物資料としてこの大和ミュージアムに展示されております。報告書には爆心地や高度、被害の範囲が記録されているほか、爆発はウランを用いた原子爆弾によるものとした報告が書かれています。これ池上さんの8月8日の報告書に、はい、もう爆発はウランを用いた原子爆弾によるものとあったと、はい、つまりそれだけ日本のやっぱり科学技術がこう進んでたってことなんですよね。で特に調査団はですね、はい、こう病院の X 線のフィルムを調べようと、そうすると使っていない X 線のフィルムが全部観光していると、これは要するに、まあ、放射線が通ったんだというので、はい、そこでこう、まあ、原爆だろうということを推測したということなんですけどね、うん、まあ、それだけその科学技術というのを非常にこう発展していたということと、ね、はい、あと冒頭 の、 撮影された写真の展示に、うん、はい、あの色の表現がありましたよね、はい、そうですね、ピンク色っていうのは、はい、これまでもね結構いろんな被爆者がキノコ雲を見たときにピンク色とか、はい、まあまあ、いろんな色について鮮やかな色だという表現があるんですが、はい、やはりここでも同じ証言になってますね。そうなんですね、うん、まあ、そういった意味でもその外から見る原爆を知る上で貴重な資料が多く展示されているこの大和ミュージアムなんですが、2005年に開館しました。近年の来場者は年間90万人ほど推移していまして、外国人観光客やリピーターも非常に多いんですね、はい、うん、やっぱり大和というところ、まあ、戦艦大和のアニメで知っている方も多いんじゃないかと思いますけれどもね、はい、はい、池上さんも、はい、行かれたことが、はい、ここは、はい、何度も行ってますし、館長と対談したりシンポジウムに参加したりしております、はい、あの印象的な展示などはありますか。いや、これはもうとにかくこの、まあ、大和ですね、大和です、はい、10分の1の、はい、実に正確にこう表現されているというのもありますし、うん、まあ、単にこう、ね、戦艦大和はすごかったんだということではなく、はい、なんでこれだけの素晴らしい技術があったのにこういうあの悲惨なことになってしまったんだろうかということを、はい、まあ、考えさせる展示でもあるんですよね。そうですよね、うん、そうしてこう戦争の悲惨さ、はい、あの、まあ、大和は結局
特攻という形を取ったわけで、はい、なぜそうせざるを得なかったのか、はい、そういったことを知る機会にもなると言えるそうです、はい、そんな大和ミュージアムなんですが来年で開館20周年を迎えます。半年後の2月中旬からはリニューアル工事のために1年間の休館を予定しています。どんな風に変わるのかご紹介します。まずはこちらです。現在は造船技術などを学べるコーナーなんですが、これが呉や広の海軍工廠で培われた技術を展示する場所に生まれ変わります。池上さん、実物のエンジンやプロペラなどの大型展示を充実させるということです。これ実は倉庫にあるんですよ今。あ、今もあるんですね。あるのをみんなに見てもらおうというのでリニューアルするんですよね。あ、そうなんですね。で、またですね、混雑解消のために現在は入り口付近にあるミュージアムショップを屋外に移設し、規模も拡大されるということです。あ、ですから池上さん、あの収蔵品というのが、はい、これ開館から20年経って、はい、これどんどん増え続けて増えてるんですよ。そうなんですよ。それはやっぱりもったいないし見ていただこうということもあるというわけですけどね。あとはあの耐震性をやっぱり強化するという、まあ、そういう問題もあるということなんですが、ただし呉にとってはですね、1年間休館になるってことは、はい、大勢の観光客が来なくなるんじゃないかという、これをどうするかというのが今呉にとっての大きな課題なんですよね。で、そのリニューアルを行うにあたりにですね、学芸員の方が大和ミュージアムの意義について語っています。施設面でかなり老朽化が目立ってまいりました。そのため設備等も更新します。また20年今までにですね、たくさんの資料が溜まっております。それをですね、皆様に見ていただきたい、そういった思いでリニューアルするものです。1年間休むということで皆様には本当にご迷惑をかけてなというふうに思っていますが、次のリニューアルで新たな大和ミュージアム、魅力をアップした大和ミュージアムをぜひ楽しみに来ていただきたいなと思います。こちらは元学芸員でミュージアム立ち上げの中心人物となった相原さんです。このように話しています。軍人軍属の方がどういう気持ちで出撃していったのか、残された遺族の気持ちはどうだったのかと、そういうことを真実をですね、伝えるのがこれ呉の役目、呉ならではの平和の尊さ、戦争したさと訴えるものですから、手法は違いますが、やはり広島の原爆資料館の方も呉の大和ミュージアムもやっぱり目的は世界平和ですので、やっぱり一致しておりますので、今後で大切になるのはお互いのやっぱり連携だと思います。はい、元学芸員で海軍史の研究家でもいらっしゃる相原さんですけれども、お話聞いていかがですか。広島の平和資料館との連携というね、どちらも世界平和が目的なんだよという観点で、もういろんな連携をこれから考えていいですよね。特にリニューアルした後、はい、広島の平和資料館もリニューアルして、ね、はい、大勢の人が来るようになりましたよね。こう大和ミュージアムもそれでまた大勢の人が来てくれるといいなと思いますね。で、先ほどね、池上さんのお話にもありましたけれども、高い、技術力などもあったということですが、はい、その高い技術力も使い方を間違えれば、はい、こういった兵器になってしまうという、はい、まさに技術力は人間がどう使うかというのを発信する施設でもありますよね。いや、そうなんですよね。これを見るとですね、この当時の大和にこんなにこう優れた技術が使っていたのかというのをびっくりするんですけど、はい、それを本当に有効にね、こう人類の進歩のために使ってほしかったなと思いますよね。そうですね、はい、その1年間の休館、池上さんも、ね、心配されていた部分ですけれども、別の場所で仮設展示は、はい、行うということになっています。はい、